お前ら、はい、はーい、何でしょうか。何ですか。何ですか。こんばんは。こんばんは。何？はい。今回からね、ちょっとシリーズ、ちょっとゲーム実況じゃないんですけど、俺がね、小学生の頃、欠かさず見てたアニメがあります。はい。はい、何ですか。それは何でしょうか。え、何？いや、知らんよ。知らんじゃなくて答えてください。え、 D グレーマンとか。あー、そういうやつじゃない。ビーダマン。もっとみんながわかるやつ。なるほど。みんながわかるやつ。ビーダマン知らない。え、ビーダマン知らない。俺はビーダマン知らない。そんな、ビーダマンを知らないんだって。ビーダマンを知らないんだ。俺は小学生の頃ビーダマンなんて見てない。ビーダマン。いや、わかった。プリキュア。あー、プリキュアはたまに見てた。たまにね。でも本当にたまにだから見てないね。うん、じゃあポケモン。え、あー、まあでも近いね。そう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 。はい。デジモン。うん、デジモンは見てないかな。ナルト。あー、ナルトはね、途中やめてたから見てない。途中やめた。途中やめたナルト。途中やめた。あー、違う違う。なんだ。ジャンプじゃない、ジャンプじゃないよ。ジャンプじゃない。あ、ジャンプじゃない。ジャンプじゃない。コナン。でれれ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 れドライブ。お、正解。よくわかったね。なんでわかった。いや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 。はい、ということですね、答えなかった。今回ドラえもんを、ドラえもんの秘密道具をね、ちょっとクイズにして君たちに答えてもらいます。何？ほう、何？ね、まあ、あの、ドラえもんの公式サイトに、公式というか、チャンネルの公式サイトに、ドラえもんのね、なんか、秘密道具を、が、なんか、一覧で書いてあるんだよ。だから、そっからね、俺が見たことある道具を、の名前を、君たちに解いてもらいます。ほう。で、何問あるかっていうと、50音順で、あ行のあから、和行の和まで、全部答えてもらいます。で、これを3つのパートで分けてやります。なので今日は、あ行から作業やってもらいたいと思います。ね。ああ、はい。ルールはまあ1個3分以内。でも、君たちに答えてもらいたいので、俺はどんどん質問出しまくります。わかるまで。で、君たちも気になることがあったらね、どんどん質問してください。はい。難易度はですね、まあ、俺が見てたところ一緒に見てくれてた兄貴に、もう出してみたんですよ。おで、お、そしたらね、15問中、パッと出たのが2問だけだったね。そんな難しい。そんなに難しい。でもね、ドラえもん道具って、なんか単語と単語を組み合わせただけのものもあるんで、画像と、その道具の説明を画像で送りますんで、それを見て、はい、考えてみてください。はい。それじゃあ行きますよ。1問目。あ行のあですね。はい。あ行のあ。これはなんだ。これさえ見ればどんなに悪いことをしてもう許されてしまう恐ろしいパスポート。そう。はい。左下のあって書いてあるのは、読み仮名なので、あから始まります。はいはいはい。はいはいはい。よーい、スタート。さあ、どんどん答えてください。もう考えてください。あ。あです。これ見て、なんかパッとくると思うんだよ。多分視聴者も見たことあるね。な、見たことある。見たことあるでしょ。あ、ピエロ。あ、ピエロじゃない。これピエロじゃないんだ。サタン。サタン。悪魔。あ、いいね。あ、そう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 。悪魔。悪魔シンプルで言うなら悪魔パスポートみたいな。お、あ、じゃあ、接続詞つけて、ちゃんと答えてもらいたいので接続詞つけてください。接続詞どういうこと。悪魔のパスポート。あ、正解。趣味正解。はい、これ正解です。悪魔のパスポートでございます。一応すごいね。一応答え送りときます。はい。あ、もうこれ、パッと見、
あ悪魔のパスポート。ああ、悪魔のパスポートでいいんだ。あ、これパッと見見ても、それ見た考えで答えればいいのか、もしかして。そうそうそう、見て、そういうことなんです。ね、そういうことなんです。こういうことなんです。いいね。スムーズにいきそうだね。じゃあ、もう次いくよ。あ行のい。あ、ね、答え見せるとこだった。あ行のい。はい。これは、なんとなくわかるかな。これを家の屋根につけると家ごとさろうと思ってるかもしれない。あ、知ってたらね、もう答えてもいいよ。ビーチがなくなった時はもう電動も。イエコプターじゃなかったっけ？お、なんて言いました。え、イエコプター。正解です。まんま。まんまだ。これ知ってる。この回知ってる。なんか家飛んでなんかえらい構図になるやつ。そうなんですよ。空飛ぶカール爺さんの家ですね。じゃあ次行きましょう。空飛ぶ、うーん、じいさんの家ね。カール爺さん行っか。はい、カール爺さん答え行っか。じゃあ次、あ行のうね。やべえ、どんどん進んじゃうな。視聴者ついていけてるかな。いけてるよ。はい、次これです。これを飲んで喋ると喋ったことが嘘。はいはいはい、よし、はい、これこれはこれ知ってるでしょ。そう、最終回。最終回、これ。最終回だったらわかるよ。最終回。見てる人はね、これ名前わかる。あ、でもね、意外とわからないって人が多いかもしんない。でもなんだっけ。とりあえず、うでしょ。うだから。嘘。嘘。うん、そうだ、嘘だ。嘘で、そっから嘘。嘘を。なんだなんだ、なんか出てこねえ。待って、いや俺見てねえからわからんよ。それはもう見てないの。いやこれ最終回見た人だったらわかるやつなのよ。そうなのよ。なんだっけ。でもね、意外と名前が出ないのよ。な入れ物がね、ドラえもんなんだよね。そう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 、ドラえもんの、そう、ポーションなんだっけ。これを使ってのび太はジャイアンたちにリセット、仕返しするのよ。そうそうそう、時間かかったんだ。喋ったことが嘘んだ。そう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 、喋ったことが嘘になる。例えばのび太が今日はいい天気だなって言うと雨が降るのよ、その場で。いや強っ、強いのよこれ。なんだっけ。でこれであれ、ドラえもん召喚させたきっかけになるの。そう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 。なんだっけ本当に。ドラえもんはもう帰ってこないよねって言ったら、ドラえもんが帰ってきて感動の再会したんだよね。そう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 。泣ける。超泣ける。いや、わからん。その回はこれスタンドバイミー、ドラえもんの一作目見てるから。映画で見たよ。わかるんだよ。マジ感動した。もう一回見たい。もうアマプラで見てるからね、俺。あれか、ひまわりの曲のやつ。あ、そう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 。どう？あ、しんちゃんのやつ。それ。あ、それ。ミョンタが今近そうだな、どうだ？あと1分よ。ね、ヒントは嘘数字。嘘数字3桁。3桁。嘘1000、嘘2000、嘘3000、嘘4000。違う、3桁。3桁。でもね、読み方がちょっとね、違うんだよね。なんか。800じゃない。800、800を別の言い方すんの。だから、なんだっけ。800を別の言い方。そう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 。数字それぞれ言う。数字それぞれを言う。なんだっけ。それで思い出せないの。数字3桁で思い出した。嘘3桁だ。8はね、そのままなんだけど、0がちょっ と特殊な言い方なんだよね。嘘8、0をなんて言うんだこれ。0を、なんか電話番号法に言う。電話番号法に言う。0じゃなくて。出てこない。今来てるのにな。来てるのに今来てんのよ。さすってるなら大丈夫。3分過ぎても平気。嘘いけるなら嘘8なんだ。あと1分あげる。嘘00じゃないよな。0をなんと言う。0の口で声出すとなんて言う。うわ、0の口。嘘8正解。嘘8でございます。ああ、
そういう OO です。嘘、OO って言うんですよ。なんだ、俺ダブル O って言ったわ。俺もじゃあ、サマラ惜しかったね。俺が聞こえてなかった。俺もダブル O だ。素晴らしい。相手しなくて僕の声が多分ノイズとしてキャンセルされた。キャンセル。じゃあもっと主張して。じゃあ次、あ行の絵だね。何のかえ、はい、はい、ええ、これね、絵行を間違えた。絵から始まるやつそんなパッと来なくてこれにしちゃったんだよ、ね、このプレートで好きな高さまで上昇する。その高さのところに見えない壁ができる、ん、床ができる。そう、高さを移動できる床があるって何だろう。高さを移動、いや分からん。なぞなぞみたいだなこれ。たまにあるんだよね、なぞなぞっぽい道具。そうなんだよ。あ、こうどこでも行くドアだから、どこでもドアっていう、あ、なんか頭が良くなる問題なんだね。絵から始まるんでしょ。え、絵から始まるんだ。今の形から行くとさ、まんまのパスポートとかそういう感じで来てたから。そうだね。嘘も絵から始まってるし。じゃあ、ね、好きな高さまで行ける乗り物なんていう？好きな高さも乗り物？エレベーター。そう、エレベーター。エレベーター床？あ、違う、床じゃない。これ手で持ってるから。あ、これ分かった。はい、座ら。エレベータープレート。はい、正解、エレベータープレートでございます。エレベータープレートでございます。素晴らしい。このプレートが取るってあって、エレベーターって言ってから、エレベータープレートでいいんじゃね。そうなるほど。一部がね、あのヒントに書いてあるんで、そこもね、あの考えてください。じゃあ次、おだね。なんか思ったより早く進んじゃってんの。まあいいわ、いくよ。まあ答えてほしいってことでね、いきまーす。お、あぶね、また答え見せるとかだった。はい、お、あ、お、はい、はい、主人公いる。あ、まんまいきます。黄金バット。はい、正解。見た目通りだね。黄金バット。これも俺ちょっと知らないんだけど、まああの、のび太がね、はい、あの野球できないってことで貸したんですよね。これを振り回せば、なん、絶対に当たるんだって。でもホームランにはならない。まあ、そう振り回せば必ず当たる。次いきます。おお、まあこれは簡単だったかな。次はこれ。これはね、ちょっとね、兄貴も分かってなかったね。見たこともないらしい。俺はこれ知ってる。カー？はい、カーです。もうカ行いっちゃったね。カーです。カー？あ、だいたい予想はつくけど、名前が思いつかないな。まずね、ヒント読んでもらえるとね、そっからなんか分かりやすいかもしれないね。結婚がうまくいくか。結婚がうまくいくか、あらかじめテストするためのバッチ、バッチね。そう。これさ、シンプルに読むとさ、うん、から始まって愛するだから、多分これはカップルだと思うんだよね。おそうカップルそこからどうつなげればいいんだ俺。そうどうつなげてくか。カップルバッチ。あもうまんま、ね、カップルとバッチの間に何かが入る。あ、わかった。はい、サラ。カップルテストバッチ。はい、正解。正解、サラ。あ、そっか。サワラ。だって普通読めばわかるもん。あの、ね、カップルテストって書いてあるもん。これ。カップルから始まって、そういうことか。その間に何が入る？テストだろ。すごいね。これどんどん答えられるね。じゃあちょっと、多く答えられた人勝手にする。そうしようか。いや、俺どんぐらい答えて忘れたわ。じゃあ次は木ね。はい、木。これはね、ちょっと出るかな。木。あ、知ってるこれ。知ってるでしょこれ。これ何？映画に出たと思う。これね、これ木で始まるの。木なの？あ、これ木ですね。木か。木。濁点つきます。木です。木で、ね。本当だ。木。
僕ね、これね、最近ね、見ちゃった。ごめん。お、見た見た。ね、いとこのね、うん、まあ、僕の知り合いが、ドラえもんがすごい好きなんだよね。おお、仲間じゃん。すげえ仲間。遊びに来て、見てたんだよね。あ、なるほど。それでこれたまたま出てたんだ。うん。あとは、僕自身も、この話は怖いなと思った。ああ、確かに。確かにね。だから、答え言うけど、お、言える？逆世界で追い、逆世界、なんだっけ？入り、なんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？あれが出てこない。なんだっけ？水滴じゃない。あ、そうね。この中が、この中身が何かってとこだよね。なんだなんだ。なんだっけ？あ、オイルオイル、オイルだ。じゃあ、逆世界とオイルの間、入りじゃなくて、まあ、合ってるんだけど、違うこと。正解、入り込みでございます。ああ。逆世界入り込みオイルです。これはね、うん。そりゃすぎ。あれなんだよね。これね、逆世界、てか静かになりたい、のび太くんがいて、うん。それを欲しくてやったのが、この逆世界入り込みオイルなんだけど。お、へえ、そんな話だったんだ。確かなんだっけ。そんな話なの。出なくなっちゃったんだよね。鏡割れちゃったかな。そう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 。確か、確かね。確かね。ただそれ見て、あ、怖っ。鏡の世界ってマジ怖っって思ったもん。あれじゃん。怖い話。あ、でもなんか映画でもそうだったっけ？あ、映画もそうだったよね。あったような気がすんね。ロボット使いたいから逆世界で、や、使っちゃおうって。あ、はいはいはい、あれあって、この鏡の世界って誰もいないんだよね。だから静かってことなんだよね。うん。素晴らしい。ソアラすごいよ。ショミットミョンタ頑張って。むずい。頑張ります。じゃあ次行くよ。次は、家業の句。これもね、みんな知ってるでしょ。え？雨が降って、え、これ曇るときはバケツの、蓋を開けて雨雲を吸い込めば雨雲か天気になる。ただし雨ん家の中で家の中に雨が降る。これね、雲、名前そのままだね。雲バケツ。あー、雲とバケツの間に雲をどうする。これ雲をどうする。あ、鳥。お、はいはい。はい。雲取りバケツ。正解、雲取りバケツ。あった。さあ、いいね。燃えてきてるね。もう、漁師の奪った。いいわよ。雲取りバケツ。さあ。まあ、遠足の日にね、あ、これ昔のドラえもんなんだけど、遠足の日にね、雨降っちゃったよ、ドラえもんって伸びたが困りまして、ドラえもんがこれを出して、行けるようにしてくれたんだよ。これで雲取って。それでね、家の中で開けちゃって、家の中でみんな雨だらけになっちゃったんだよ。だから皆さん使うときはね、気をつけてくださいね。はい、じゃあ次行くよ。あ、間違えた。危ね。じゃあ次は毛ですね。毛。はい。これもね、毛か。うん、これはどうだろう。俺もね、これ、はっきりは覚えてないんだけど、見たことあるって感じだね。小さな太陽のように暗い場所を強力な光で照らしてくれる道具。そう。どんな道具だよ。あるんですよ。あ、もう普通に、毛なんだ。毛じゃないんだ。これ毛ですね。あーえー、そんな道具があるの。はい。まるで、小さな太陽のように暗い場所を照らしてくれる。なんだっけな、もしかして。これ結構単語の組み合わせ多いね。単語が多いわ。わかんねえな。どうしよみ、もしかして。はい。サマラ。いや、わかんない。わかんないけど、見たことはあるんだよ、ね。見たことあるでしょ。多分映画で、使ってったと思うんだよね。魔法だっけ。でも確かにそこら辺の。そこら辺だったような、じゃなかった。
ったような、なんかロードショーで見た気がする。おうおう見た。でも映画で見たっていうのはみんなわかってるね。あのただ僕これ見たの、あの多分あの人生の中で半分前なんだよね多分。どう、人生の半分前、まあ10年前とか、まあ小学生か中学生ぐらいの間ぐらい見たぐらい。まあそうだろうな、まあでもそこら辺の映画なんだよね。絵から始まってこういう太陽でしょ。わからん。まず小さな太陽から当たらないけど、小さな太陽は足ぶつけた。明るく照らしてくれてる。ゲルカルライトじゃないもんな。あー、お、ケミカルじゃないけど、まあでもそうだよね。ケミカル X あったら。小さい太陽だから。それは違うな。小さい太陽だから。でもね、毛はね、小さいと関係ない。毛は小さい関係ない。なんだろうじゃあ。関係ない。え？毛は小さいと関係ないってなんだ？単語が4つあって。つまんない。単語が4つくっついてて、ほうほう、太陽が一番最後に4つ目についてんのよ。あ、で小さいの意味が3つ目についてんの。だからその1つ目と2つ目が漢字なの。はあはあ。待って、これわかんないな。まずこの太陽は、はい、どうしてる？いつでも出せるようにしてるってことは、これは何と一緒？いつでも出せる？そう。あ、そういう発想なのかな？いつでも出せるってことは、何と一緒？懐中電灯的な。毛は多分繋がってると思うんだよ。だから、僕は携帯だと思うんだよ。お、携帯！そう、携帯！あ、やっぱり。携帯。で、その、なんか単語4つなんだけど、多分、最後は太陽で、で、多分な、ドラえもんは、あー、なるほど。多分、なん、あれ、携帯、なんとか、小さい太陽。うん、うん、うん。あったんだよ。そう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 。で、小さい太陽って、ネーミングが悪いから、多分ミニ太陽だと思うんだよ。おお、すごい、素晴らしい。でも、多分、出てこない。出てこない。いやね。出てこない。この太陽は自然で作られたものじゃありません。あ、人工か。そう。じゃあ、つまり答えは？携帯人工太陽。お、奪った？足りない足りない。あ、違うか。携帯人工ミニ太陽。正解。携帯人工ミニ太陽でございます。そうじゃね、無理。いやー、難しかったか。これ難しすぎね。あ、ちょっとこの説明文からすると携帯って出てこないかもしんないね。出てこない、無理。多分アタロ君がいつも出せるって言ってくれたから分かった。じゃあ視聴者にもね、いいヒントだったんじゃないでしょうか。じゃあ次いくよ。こ、なるほど、ね、家業のこ、これはね、アニメで出てきたかな。でも映画ではね、多分いっぱい出てると思う。ちなみに兄貴、これは出ましたね。出たの？あ、舐めるとすごい音と光を、なで、ころ、大型爆弾。ころ、ころ、転げ、なんだっけ。お、お、お、ミョンタ、発想はいい。はい。発想はいい。ころ、転げ爆弾。あ、転げ。ミョンタ、発想はいいぞ。名前は違うけど。コロル爆弾。意味はそれ。投げる。だよね。だよね。投げる。が出る小型爆弾。小型爆弾。出す撃ってダメージなんか与えることはない。そう、優しい爆弾。これはね、あの、フーコの映画でですね。フーコ。風の、村、里のフーコ。わかんねえ。あれでフーコを、牢屋から助けるためにこれを使ったのよ。ごめん、その映画見てないわ。
え、見てもねえわ。そうから言うと、多分、何の爆弾かって言われたら、多分、投げる小型爆弾だから、多分、手榴弾。手榴弾？ああ。シンプルで投げ爆弾。ね、ま、シンプルではないかな。シンプルではない。シンプルではない。シンプルではない。ではない。手榴弾と投げ爆弾以外か。なんだろう。でも、ね、確かに投げる。確かに投げるね。ちょっと特殊な投げ手榴弾だね。特殊？蹴って投げる。蹴って投げちゃう。蹴って投げる。あの、それ投げます。投げます。投げます。手投げか。手投げです。あ、手投げ？ごめん、手で投げます。足で蹴っちゃった。なんだろう。びっくりさせる。まずさ、転ぶって言葉以外同じ意味で他になんか言葉ない。こける。お、そう。ミョンタンス、いい。いいね、ミョンタン。こける。こけ。で、あの、相手を脅かすから、脅しちゃいな。お、誰か、あーって言ったぞ。うん。相手を、ビビらせて要求することなんていう。あ、わかった。おい。え、なんじゃ。脅し？お、いい。そうです。コケ脅し。コケ脅し。最後そのまま。脅し、手投げ弾。はい、正解。庶民正解。オッケー。コケ脅し、手投げ弾でございます。素晴らしい。なんでこうも。いいね。みんなドラえもん好きになってきてんじゃないの？ドラえもんはもともと好きだよ。じゃあもっと好きになろう。視聴者もね、好きになってくよ。じゃあ次、さ。これね。早いな。作業の差に入ります。早い。早くね。はい。まだいいですね。これ。ん？わからん。もうテレパシーでわかった。お。わかった。名前わかった。え、これ多分サイコって入るでしょ。あー、サイコ入ってないっすね。マジかー。違いますね。マジかー。うん。違います。やめてください。あー僕はね、わかっちゃったかもしれない。お、わかった。わかった。ごめん。これはね、読んだことあるっけ。これはね、別の知識から取って出たものながら、ごめん、ドラえもん全く関係ないんだけど。うん。答えから言うと、多分、悟りヘルメット。お！はや。正解！ほら、心を読むっていうのは悟りっていうから。そう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 。あ。あ。まあ、悟りってね、結構いろいろ使われるね。死ぬ前に、あ、これは死を悟ったっていうのもあるからね。まあ、察するっていう意味でもあるね。はいはいはい。素晴らしい。いいね。じゃあ次、庶民の死。お、ん？なんで？サワラの差じゃなかった。忘れてた。忘れんの。はい。これは知ってるよ。これは知ってるわ。これなんか映画で出た気がする。これ知ってる。あったあった。もう答えられる。答えられる。他は、うん、いい？いや、俺もわかんないんで、どうぞ。ヨンタわかんない？これ。いや、これわかるけど、なんだっけな。あったもんね、映画で。映画であったよ。で、これが、道具ミュージアムだった。アニメで出た時は、右京さん出てます。ああ右京さんがアニメ化して出てます。たった3秒の出番です。3秒の出番。じゃあ、サワラ答えてもらおうか。はい。シャーロック・ホームズセット。はい、正解。これはね、これはね、みんな。これが出てた映画も好きだった、めっちゃ。その映画面白かったよね。歌も、ね、話も、ね。なんだっけ、大百科だっけ。うん、ミュージアム。秘密道具ミュージアム。ミュージアムでしょ、うん、僕、ミュージアムめっちゃ好きだった、ね。めっちゃ、俺も好きだった。怪盗デラックスかっこよかった。あー、うんうんうん。デラックスも良かったし、てか、秘密道具が全部見れるのが好きだったもん。あれ、どこでもドア、巨大などこでもドア、めっちゃ心揺すぶられた。なんか、こっから始まったんだなっていうのが、いろいろ学んだよね。
学んだね。ちゃんとなんかメカメカしい感じが好き。ねね、わかる。めっちゃ好き。めっちゃわかる。なるほどね。以上、あの、アニメ、あれ、メカオタクの、あれ、かわいない会話でした。次行くわよ。はい。あの、画像を見て、まあいいや。なんでだい。はい。はい。これね、名前そのまんまだね。す？これ誘拐に使います。誘拐に使う。なんだっけ？す。すり。でしょ、すり抜け、とかじゃないよ。あ、違うね。すり抜けじゃないね。ワープ系なんだろうね。そう、ワープ系なの。ワープ系なの。しずかちゃんがやられてんだよ。ね、説明にもうね。まっすぐ目的の場所に来ることができる。答えにつながる文が書いてあります。目的。の場所に来ることをストレート。そこいいね。お、ストレート。そう、ストレート。ストレート。で、輪を、この輪の中に入ると、この輪は何？輪は英語だとホールか。正解。素晴らしい。そういうこと？ホールなのか。ストレートホールでございます。ホールなんだ、俺ストレートリングかと思ってた。のび太が、しずかちゃんに用があって、わざわざ自分の家までこれで使わせるんですね。誘拐です、誘拐。みんな真似しないでくださいね。最初、誘拐だから言うんだと思ったけど、全然関係なかった。じゃあ次行くよ。早い。作業のせ。せ。あ、間違えた。ちょい待ち。作業を乗せ。これ見た目だけでわかるかな。いや、わかる。でもね、いろんなボタンついてるみたい。まあ、せから始まる単語はわかるとして、うん、この見た目が何なのかだよね。見た目なんだこれ。カメラじゃないの？あ、でもね、あー違うかな。あれ？あ、ごめん、見た目関係ねえわ。ごめん、見た目関係ない。でも、説明文に答えにつながる文が書いてあります。書いてある？書いてある。舞台や、まず一部書いてある、答えが。作る。セット。セットは絶対入る。そうね、セットだね。ボタン押すだけ。セットを思い浮かんで、だから思い通りのセットが現れるだから、わかった？わかった。触る、はい。じゃあ触る、どうぞ。あ、いいの言っちゃって。いいよ。どうぞ。ガンガン進む。思い通りのセットが現れるっていうことは、そう。来るんだろうね。お、つまり？来るを。つまり？と僕はセットメーカーが出てくる。正解。マジか。セットクラフトじゃないんだ。セットメーカーだってあれって作るものだから。なるほど。作るをメーカーって呼ぶからセットメーカー。素晴らしい。なんかだいたいドラえもんの道具ってあれだな。カタカナとか英語で来る。まあでもね、言ってかな。カタカナ確かに多いけど言ってって感じはする。うん。じゃあ次行くわよ。はい、いいね。じゃあ本日ちょ最後の問題ですね。そう、はい、いきまーす。お、次ちょっと難しいかな。ヒントも出しづらい。ヒントも出しづらい。もうそんなに。ヒントもちょっと出しづらい。どう出せばいいかわかんない。はい、こちらです。そう、これを飲むと何でも自分が考えた通りの状況になる。想像。ああ、想像、なんかそういう難しい言葉になるわけでもない。なわけでもない。なわけでもない。漢字は使わないね。こうなる。
おお読んだ読んだやるやんお前いい嘘トーナルでいいのあ、じゃあもう俺分かったよ。分かった。そう、あのそこから始まってこれなんだろうってずっと思ってたけど、多分雨、雨じゃない、あの多分ねこれね、あの薬だと思うんだよね。お、そう、薬です。見た目で分かった。薬か、あの下それ以上が分かんなかったの。でも、ビヨンシーのおかげで分かった。そうなるぞ。おぉセーフ、そらはち、よくジョーまで答えた。いやー、素晴らしいですね、皆さん。だって、あの、これヒントになりづらいって言ってたから、うん、あの、多分、薬じゃないんだろうなって分かった。え？あ、あ、まあ、そっか、うん。単語で薬じゃない。うん、確かに。だから、多分、アメか、あの、ジョーなんだけど、庶民が、あの、飴じゃないって言った瞬間に、アタル君何も反応しなかったから、あ、これジョーだって。単純なる答え。おー。よかったな。すごいね、サワラの連想力というか、推測力ね。いいじゃん、お前ら。よく答えられたね。これはね、もう誰々が誰々じゃない、これみんなが答えたものをまとめてるだけだから僕俺の兄もね、俺と一緒に見てたんだけどね、うん、2つしか覚えてなかったね。嘘 8OO と滑稽落とし手投げ弾。答えられなかったのはないか。素晴らしい。素晴らしいです。あの、多分全然答えられなかったと思う。皆さん、ドラえもんオタクですね。俺はオタクじゃないよ。ヒントのおかげで助かりましたよ。これね、多分僕ら3人が集まったら、あ、僕ら3人集まったら大抵答えられるかもしれん。ではですね、まあ、このクイズ、正直ね、カービィ終わった後の、あの、しのぎネタってことで作ったわけですけども、しのぎ、あの好評だったらまた作りたいと思います。これ意外とね、作るの時間かかるからめんどくさいんだよね、うん、でもちょっと好評だったら急いで作るわWhat?